これですね。こちらを引っ張ります。あの H の下ぐらいですね。下ぐらいを持ち上げて、でしっかりとロック入れます。で、今回交換するのがこの下っ側ね、これです。これを交換す。でこれがですね、こんな風になってるんですね。はい、入るかな、ね、なのでカメラ固定しづらいんですが、これをつけたまま左にちょっと30度回すって感じですね。ちょっと待ってね、30度回すと一応これが取れます。取れたところですね。おい、ああ、もう手がすごい。で、取れたところで、これを、まあ、これはもう交換しちゃうやつなんで、切れちゃうやつなんで、取ります。よいしょ。ね。取ると、これね。部品です。新しいやつですね。今回はこれ。LED ポジション LED ライト、ホームセンターで1000円ぐらいですかね。はい、一応こういう感じになってます。まあ、調べてもらえれば型って出ますんで、これも1個つけましたんで早速つけていきたいと思います。こんな感じですね。一応電球類なんでね、あんまり素手で持たない方がいいと思います。はい、こちら見てもらうと、端子のところにちょっと青いのがついてますね。多分こっちがプラスなんだろうなっていうのが出てます。すいません、知識がないんでわかんないです。で、これをですね、はめていきます。切れたわ。うん、切れた。えい。えい。簡単に変わるんだ。うん、簡単に変わるんです。うん、ついてないよ、こっち。あ、ついてるやん。うん、これでいい。オッケー、オッケー。